we could spend the summer, the winter, and everything between. Just like we are meant to be. Met you on the third. 涼しくなってきたので、お店に球根を出しました。実は8月の終わりには入荷していて、ちょっとあまりにも暑いから時期を見てたんですね。スウェーデンでは8月の終わりにはもういっぱい球根が出てます、ね、日本はやっぱり暑いので1ヶ月ぐらい遅れて出すことになりますね。今年はたくさん注文を入れたんですけれども、あまり球根の出来が良くなくて、思ったほど入荷がなかったです。スタッフが必死でいろんな取引先にお願いをして探してもらって集めたものなんですけれども、去年より品種も少なくなっています。数も少ないし、なんだか球根も小さくなっています。オランダも不作だったし、日本の新潟も不作だったようです。なので、まあ、その中でも集まった子たちで、まあ、今年ね、植え込んで春の芽を楽しめたらいいなと思っています。まあ、うちの定番、ガーデンズの定番といえばこの黒いチューリップですね。今年もブラックヒーロー、これは八重咲きでとっても大きくなってゴージャスな黒です。そして、こちらの方がクイーンオブナイト。もうこれはもう私が25年前から植えてる。もう定番中の定番の黒です。クイーンオブナイト。もうシュッとまっすぐ立って、シンプルな感じが大好きです。で、今年新しく、まあ少しずつは入ってきましたけれども、ポールシュラーとかいろいろ黒が入ってこなかったので、新しく仲間入りしたのがこのコンチネンタルっていう黒のチューリップです。これもでもとてもなんか楽しみで、絵で見ると軸も黒いような気がして、まあ、作ってみないと分かりませんけれども、ちょっと期待をしています。これが黒の子ですね、あ、ちゃんと書いてありました。ダークカラーチューリップのコンチネンタル、花茎まで黒っぽくて超かっこいいって書いてある。あ、よかった。だから私は今年このコンチネンタルをいっぱい植えて楽しみたいと思っています。なかなかね、植物も見るときに茎の色まで私はよく見ますけれども、チューリップも最近気がついたんですね、黒い子がいるって。なので今回見つけた黒の黒いキノコです。はい、でちょっとぐるっと回って、もう本当にここは好きなだけ個数を取ってもらって、それで買って帰っていただけるようにしています。あとは黒に対して白い子ですね。白い子、いつもここのとこの私の定番はマウントタコマなんですね。これも25年ほど前からずっと植えてます。八重でもないんですけど一重でもなくて、ちょっとふわんとふわって咲いてくれるチューリップらしいチューリップで、いつも入れています。そして向こうにあるのもスプリンググリーン、花びらにグリーンの色が刺すんですね、筋が入って。なのでとても爽やかな春の、白色だなと思って、これも定番中の定番で植えています。そして今年ちょっとトライしてみようと入れたのがこちらの八重咲きの白、ホワイトバレー。これもね、ちょっとね、外側のところにガクみたいなちょっと色がね、緑の色が筋のようについているのがとてもおしゃれだなと思って、私の庭に入れたいなと思ってお取り寄せをしています。まあ他にも白ありますけれども、
あとここにねあるのがワイルドチューリップクルシアナルシブ、難しいな名前がこれは、ワイルドチューリップだから原種系かしら、早咲きで早く咲くって書いてて30センチぐらいしかならない種と書いています。これは新しく入れました。そして反対側はこっちから見せるとですね、あ、去年とってもいい色だったこれですね。なんかね、読み仮名がね、難しいですね。ラ・ベル・エポック、去年、一昨年からガーデンズでは取り扱っていますけれども、私は去年、北庭に植えてみました。思いのほか美しくて、アンティークカラーがどんどん色が変わっていくのを楽しむことができました。そして、八重咲きでとってもゴージャスでした。なので、今年も取り寄せしたんですけれども、実はこれはスウェーデンの私の、まあ、憧れてるガーデナーさんがいらっしゃるんですけども、彼女がセレクトして販売もしてましたし、庭に植えててなんて素敵なんだろうと思ってそれを探してたら、日本でも、まあ、オランダからですけどね、入手することができて、まあ、出回るようになって、今年もガーデンズにはたっぷり仕入れています。これも帯がついてないバラ売りということは、たっぷりガーデンズに入荷したということなんですね。まあ、日本のものじゃないということです。はい、ぜひぜひ皆さん植えてみてください。そしてあと、まあ、ピンクで、はい、これちょっと紫気味、紫の入ったような淡いピンクなんですけれども、キャンディープリンスと言います。これも、まあ、私好みというか、ちょっと大人な優しいピンクということで、今年は植木鉢で挑戦しようと思っています。そして八重咲きのエレガントなピンクのカラーのちょっとゴージャスですね、マリアージュという、これもこの写真よりはもう少しシックな咲き方をしてくれます。チューリップ、主にこういうものを販売しておりまして、あとはこちらにヒアシンスがあるんですけれども、ヒアシンスもね、今年種類がすごい少なかったです。で、紫と白と淡いピンクを仕入れていきます。アリウムの種類で、アリウムとても可愛らしいですよね。これの白っぽいのとか、このね、私は大好きな紫とか、あと、こちらにあるちょっと紫、これでパープル。でもまだ全然違いますよね、こういう違いのある子。そして、シルバースプリングという、これちょっとおしゃれな感じのお花が咲きます。あとは白い子ですね、これもねすごいおしゃれなんですよ、中の芯の緑で開いてくると。はい、こちらもおすすめです。アリウムも結構入れてます。あと最近の私の定番になってるこれですね、カマシア、縦に伸びてシュッシュッと花が咲いて葉っぱが斑入りなんですけれども、まあ、こんな醜い感じとかですねこんな子で、実はこれもう昔私がイギリスから持って帰ってきて植えてみたら毎年出てくるんですよ。だから、まあ、強い子なんだなと思って、でそれからずっとガーデンズでは販売をしております。カマシアですね、はい、おすすめです。こんな感じかな、ここに置いてるのは。あと外にも少しあるんで、外でも見てもらおうかなと思います。で、ここはムスカリさんコーナーです。ムスカリは結構入荷がございまして、淡いピンクのものから
濃い紫とかツートンとか本当にいろんな種類が今年も入荷しています。はい、ぜひ見てください。去年北庭で私が大ヒットしたフリチラリア、ペルシカ、黒いフリチラリア、すっごい黒いチューリップとお似合いでした。なので今年はたくさん販売しております。もちろん白とかよくある、グリーンドリームスっていうのとかもございます。あと私がもうどうしても欲しくて仕入れたものはこちらです。エルエシーっていう名前なのね。名前のことは私はあんまり知らなかったんですけども、ここにちょっと大きくなった様子があるので、お花に縦の筋が入ってるんですけど、黒っぽい、紫っぽい黒っぽい、ぶら下がったような釣り鐘状のお花なんですけども、筋が入っててなんかとってもおしゃれさんなんですよ、咲き方も。でこれも毎年出てくるんですね、私植木鉢の中に出てると。で去年もまだ出てきて、じゃあなんておしゃれなんだろうと思って、名前も知らなかったんですけど、スタッフに写真見せてみたら仕入れてくれました。これも絶対皆さん私の今年の一押しだと思います。You on the 3rd of December.